ミラクル、ミラクル、クルクル、ミラクルグッチです。あ、サトチンさん、そこからジャンプして、サトニン。ジャンプ、おお、俺の頭からサトニン出てくる。出てきとる。レギンスだけハンター、変態マン。なんでお前それ上半身ないねん。あ、早っ。忍法？お着替えの術。なんかそれあれやね。お着替えの術。そうかそうか。なんか、うん。ねえ、いいと思います。お着替えの術。うん。頭だけ飛び出ちゃう。YouTuber お着替え。僕の名前は YouTuber お着替え。じゃあ俺もちょっと忍法やっていい？はい。忍法カトンの術。もうすでにちょっとネタバレ感入ったけど、見てね。はい。忍法カトンの術。はい。はい。はい、はい、終わり。はい、終わり。はい。続いて、はい、終わり。シュッと、シュッと直すからね、シュッと。ね、シュッと直すから。はい、ではですね、本日はサトチンさん。はい。何をやっていくか、実のところも決めたんすよね。そうですね。決めたんすよね。内装作り、今日もやらないんですよね。ですよね。めんどくさいわけじゃないです。めんどくさいわけじゃないです。ちょっとまだビジョンが浮かんでないんでね。そのビジョンを蓄える間にでも少しいろんな作業していこうかなということで。あ、人参持ってるか豚さんずっと見とるわ。ごめんね。で、まずはね、あ、ちょっと俺、前回チェストから持ってきたダイヤ直すわ、里人よ。はい。すごいよ。マジですごいぞ。今ダイヤ33個あんで。そんなにトータル。まあ、廃校が見つかりましたからね。要塞でしょ、要塞。要塞要塞。まあ、両方やね。廃校からの洞窟からの要塞すべてや。ね。すべてあるからだ。だろですね。だろですね。うん。さよなら、さよなら、さよなら。それの真似じゃないよね。え、知ってる？知ってますよ。あ、知ってますよね。世代、はい、世代っすよね。うん。はい、いや、この映画素晴らしいですよね。もうええわ、もうええわ。さてと、ほんなら、サトチンさん、はい、この中にね、知ってます？あ、こっちじゃない、逆や。この中、たくさん入ってるんですよ。ほら。何がですか？あ、羊毛が。これを使って、今日は何かを建築しようと思います。そう。これもだいぶ前にその蓄えていただいてた、そのボンボン TV を作ったりだとかね、シュルケン作るためのやつや。ですね、シュルケンですね。シュルケン作るときに蓄えていただいたやつや。で、これを使って、今日はね、ちょっとね、大仏というか、はい、ね、仏像というか、お地蔵さんというかね、そうですね、そういったもののちょっとオブジェをね、作ろうかなと思います。といっても、もう平面の顔だけですよね。ね。顔だけ。うん、お地蔵さん。ボディは、ね、ボディなしですか？うん。ボディはね、ボディは土に埋まっとるわ。あ、そういうことにしましょう。いやいや、そんなもん最強っすけどね。うん。ボディ、あ、でもボディはちょっとあれやな。頭大きく作りましょう。うん、頭大きく作りましょう。顔大きく作りましょう。はい。ね。だから、まあ、一応、ま、黒の羊毛と、あと、薄灰色かな。この羊毛だけ使っていけたらなと思いますね。そうやね。だいぶ前回の、ネザー探索で持ち物増えたからね。はい、そうですね。しっかり直していかないと。よしよしよし。ほんなら、こんな感じでいこうか。で、里人をどこにする？どこにする？やっぱりこの向こうかな。鳥居の、向こう。はい。鳥居。向こう。横、あ、でもどうでしょうね。横だと。横。森の方とか。森の方。あ、あ、あの辺行きます？あそこら辺大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。お前大丈夫ですかねって聞かれても、返答に困るぞ、お前。里人を。そうやね、どうしようかな。でもさ、やっぱり綺麗なのはこっちやんね、見てて。見てて綺麗なのはこっち。もういっそのこと村主敷地に作るか。ねえ。そうですね、行きやすいっていうことも考えて。うん、いやね。ちょっとさ、ちょっとじゃあ、分からへんけど、後々どう何かするとして、うん、このまあ俺らの屋敷の部屋あるやんか、はい、のちょっと近いところに作ろうか。おーい。ねえ、ほんなここら辺りに作ろうか。適当にじゃあ下に並べて、大体の大きさだけ決めてまいりましょうかね。おーい。で、そこにね、そうそう、お地蔵さんにお供えするようなちょっと小さいお社を建てて、そこに醸造台をね、置こうかなと思ってるよね。前回行きましたから、ね、あー里に後ろ、はい、後ろなんでなんてこったなんてこったダメー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 おナイスするよいしょ見たナイスジャンプ切りジャンプ切りそうカブト狩りといえ忍法カブト狩りそうあのヒギや奥義や奥義カブト割り。そう。
俺はその忍術よりもさ、うん、剣を使うのが得意とする忍者だからよ。どういうことどういうことどういうことですか、うん、どういうことですかね。ね、四角いお地蔵さんにする、それともちょっと角丸める。そうですね、四角で作って、あとはあとあと角丸めるやな。角丸めようか。はい、うん。最近さとちんさん気をつけてることとかあります？気をつけてること、そう、うん、例えばどういうことですか、うん、なんかちょっと最近自分のその言ったら言葉遣いなんかちょっと考えて発言せなあかんなとか。あーねえ、言われてるじゃないですか、バディから。バディ最近だからそういうのめんどくさいし。最近さとちんさん本当に口が悪くて、たまに本当にもう本当ねえ、そう、傷つく時あるんですからね、みたいな。グッチさん、ね、今日僕優しく言ってるじゃないですか。今日はマリーね、分かる、頑張ってくださいね。え、うん、いやでもなんかそうやんね、今日は優しかったと思う、バディに。うんね、そう、ブラックサトチン、そうなんですよね、神様、仏様ですよ、バディは。ねえ、グッチさん、羊毛がなくなりました。え、マジでそのタイミングでなくなる、おかしいやろ。ちょっとどないすんねんこれ。うっせえやん、そのタイミングあかんやろ。パス。え、無理無理無理、俺の肩を持ってしても無理や。伝説の右肩を持ってしてもねえ、本当に北半球から南半球まで弾を飛ばすと言われてる。なんで笑うだけやねん、そんなことはないでしょって言わないとね。もうさとちんも、はい、あと俺の仕上げの腕に任せて。じゃあ仕上げはグッチさん、なんかそれ同様みたいやね、うん。仕上げはグッチさんっていうNHK の歌で。あれさ、オープンだ。あー、どうしました今、おかしいやん今。ちょいちょい俺、うわ、経験値28もあったんだ、最悪。今さ、うん、助かったと思ってギリギリのところを飛んで、うん、したら2秒遅れでお亡くなりになったよ俺。うわ、経験値28あったのに。え、あの高さからだと死んじゃうんですか。死んじゃうよ、20。あ、でも意外やね、ほんまやね。あららら、もうそんなことはいいわ。仕上げはグッチさん。ハマったくせに。予想外のなあ、でさ、なんか分からへんけどさ、はい、あ、ちょっと見えてきたぞ、里に。あ、ちょっと見えてきた俺。ビジョンが見えました。意外とビジョン見えたぞ。了解了解。あのね、なんか首作ろうか。こう頭からのこう首です、ね、あのね、うん、なんかさ、分からへんけどさ、仕上げはグッチさん。今日一日ハマってんねん俺な。ほんましつこいから。なんかさ、こんな感じにしてさ、で、ここになんか金太郎の腰のふんどしみたいな感じの、分かる？はいはいはい、うんね、赤いやつをこうベベ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 。あ、なるほどなるほど。そう、うん、そう、うん、そういうこと、うん、そういうこと、うん、そう。あー、ええと思うわ。あの、悪くねえと思うぜ。お、いい感じじゃないですか。ここからデコレーション、そうね、いい感じ、ちゃんデコっていこうぜ。これだから、あのキャンパスや、わかるか、本当に。はい、このキャンパスに、とりあえずじゃあこれ首元横一直線に赤の羊毛、上から、あの、横に置いていてくれるか。首の横に、ここ、そこ重ねていって、そう、うん、そう、いい感じ、そう。で、ここ、まあ一列やっていくわけですね。いや、もうとりあえず一列やっていこうか。はい。仕上げはさ、どこ向いとんねん、お前。どこ向いとんねん、斜め上を向きすぎや。何を見てんの。今、手裏剣を見てました、ね。手裏剣見て。何を思った。よく作ったな、僕たち。そうやで、この刃が刺さってる感じ。やばいよ。そうですよ、ほんまに。でもこんな感じでオブジェばっかり作っていってても楽しいぜ。なあ、これから顔を描いていくんですか。そう、とりあえず上登って、赤の上まで。はーい。で、そのね、さとちんさんの、その、あ、赤いところからかな。はい。赤いところの上から3マス目に黒の1個置いて、1個黒の1個、1、2、3、4マス目じゃなくて3マス目、3マス目、うん。あ、もう一個じゃあうちに寄せようか。うち、そうしたら、これなんか、なかなかむずいぞ、サトニンよ。サトニン、ちょっと待って、一緒に共同作業しようか。これあかんわ、なんか、ちょっと、迷走した感あるわ。え、どうしようかな。お坊さんの口ですよね。そう、笑ってたいよね。なんか、かっこよくない？いい感じに、ほくそ演出るじゃん。お前ね、ほくそ演出るやね。えみたいな、俺イケてるやろみたいな時の口やねこれ。ねえ、ち
ちょっと左に1マスずれてる感じですか、これは。あ、ずれてるかな、やっぱり。そんな感じする。はい、そうすると、あ、均等になりましたね。均等になりましたね。いい笑顔になってます、ね、いい笑顔になってますかね。やっぱり分かった。お地蔵さんってさ、はい、あのね、それおかしいなって思うわ。それは、巾着じゃないわ、このふんどしみたいなやつは、はい、布やからかけてある分やんか、うん、だから表出っ張ってていいねんけど、やっぱりお地蔵さんって石を削って表情作ってるからさ。ですね。そうそうそう、やっぱり奥行きがあった方がいいよね。一回削ってさ、はい、顔の輪郭先作ってまおうか。なんか口ちっちゃくしたいよね。口ちっちゃい方が可愛い気がすんねんな、うん、なんかこれ顔でええんちゃうの。うん、すごいデコの広い人。これはこれ可愛いと思うけどね、すごい。 ね、 ね、